どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。あれ、ひなっぺくん、前回はさ、ちょっと、まあ、いろいろありましたが、今日は、わざわざソニーの、ソニーのコードを買ってきたんで、高級品になりましたね。これね、ダメだったらソニーに文句言ってやる。はい、そんな感じで。あれ、ムーン。なんで先週いないの？ちょっと、東尋坊行ってきました。なんで先週いないの？東尋坊行ってきました。なんで来てんの？なんで来てんの？自殺でしょ当時も言ったんだったら、なんで来てんの？あっち行ってよ、もう。ちょっと心に迷いが。なんで先週いないの？彼女と遊んできました。は？彼女と遊んできました。ね、先週ムーンの日だよね。どうしよう。じゃあ、先週何もできなかった分、今日頑張ってね。あ、本物のスティッチがやってきた。え、もうそれ、ムーン、もう、今日も、あれ？スティッチ？一つです。スティッチ気持ち悪い。わ、身より顔がでかい。あっ、ちょっと、あっ、スティッチ、やめてよ。じゃあ、今日はスティッチが頑張ってくれるんで、今日はスティッチ的なレビューしてね。え、じゃあ、ちゃんとしてスティッチがすごい出しかない。なんか気持ち悪いね。よく顔がでかい。じゃあスティッチ、今日スティッチ的なレビューしてね。オッケーオッケーどうだやってよ、スティッチまでね。オッケーじゃあ頼むね。オッケーじゃあ、見回り開始しましょう。サッピ君、はい、なんかどっかで見たことあるね、これ。本当ですね。え、あれあれモモキモモキじゃないね。うまいっすね。あそこにひときわ目立つダンディーな人が帰ってきた。おはようございます。あれ、お父さん、あれ今日一人ですか？今日一人です。この間すみません。いえいえいえ。大変申し訳ございません。協力してもらってお父さん、今日もう一回やりましょう。第2弾。え、お父さん、これはこの間ってどこまで全部飛んでた？何が何だかわけわからん。この間はちょっとホイールと、じゃあこれ、お父さん、この間のすみません、復習になっちゃうんですけど、ホイールが左右、前後、前後、左右前後左右違うんですよね。あ、前後、まあまあ、でもサイズから言ったらね、4本バラバラっていう。お父さん、はい、どこのホイールでしたっけ？これファブレス。ファブレスですか？はい、ファブレスのパンデミック、はい、お父さん、なんでこんなラグジュアリーしちゃったんですか？この間なんか言ってましたね、大人な、いや、ワンピースのホイールが欲しくて、で、いろいろ探してて、で、たまたまあ、そういったパブレス最近聞いてないなって今調べて、じゃあなんかこれが出たばっかりで、最近聞いたの？いや、最近というか、いや、これ去年出たやつ。で、その前に、なんだ、ハイエース用はあって、で、この5ケツ用が最近。確かにハイエース、で、20若いですね。お父さん、おめでとうございます。もう今43上がりになったんですね。お父さん43だった。おめでとうございます。改めておめでとうございます。先週の次の日30。あ、そうだ、先週はまだ42だったんですね。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥー。なんでやる。だって本当に親の世代だね。もうちょっと思うと、お父さん、自分のお父さんがこんな人ならどうする？いや、お父さんやめようって。やめようって。お父さん恥ずかしいから。だって言われないですか？いい年してって言われないですか、周りの人に？まあ、もうなんか飽きられてる。飽きられてる。で、これ反対側がまた、反対側が、なんで左右が違うついてるのね。なんですかね、なんで左右違うのにしたんですか？僕だったら前後しますけど。前後に違う方をはめるんですけど。まあ、一度に4本見れないという。それか4つ違うものつけるとか。確か先週言ってたのは両方欲しかったんですよね。あ、両方、え、これ、てか1本ずつ買ったんだな。いやいや、だから1本ずつじゃなくて、セットでこの手なんですか？そうそう、右と左を違う色にしてもらって4本セットで。あ、じゃあ同じ色もできるんですか？同じ色もできる。うん、この間だって音声ブチブチして、あ、開けましょう。夜やったら分かりやすい、ね、夜みたいなですよね。夜見たかったな、ピタッピ君。本当ですね。よ、もう光ってますよ。もうすでに。うわ、この間見れなかった。この間見れたけど音が飛んでたね、これ。そうですね。え、切り替え？あ、本当だ。
パターン切り替えできる。色は変えれないんですか。何も。この間のさ、10のセルシオをほら紹介したやん。はいはいはい。知り合いって言ってたね。あれ知り合いなんですよね。民から。あ、民からの職長さん知らないんですか。あー、その人もこれつけてて。え、普段つけてないんですか。え、普段つけてないんですか。普段なんで普段つけないんですか。恥ずかしい。恥ずかしい。つけといて。え、10の人もついてますよ。あ、なんかあの、LED テープみたいなやつ。あ、そうです。で、つけてますから、つけてないって、なんでですか。恥ずかしい。みんな恥ずかしいのにつけてるだけみたいな。すいません、2回目もやってもらって。いや、ありがとうございます。またちょっとお願いします。お願いします。あ、次仕様変更したら。あ、そうですよね。なんかしたいかな。まあ、マフラー買いたいかなって。グリッターにするとか。オーバーフェンダーにするとか。ボコンってやって。あの、大人なんで。え、大人ってこういうのつけるかっていう。大人ってこういうのつける。大人ってこういうのつける。はい。これは、18歳かって。そうですね。あの、お父さんからつけるかな。お父さんに、あの、カメラ来てから、お前たち何言ってんだ、ごつんってなるからね。笑ってるから人が怖いですからね。お父さんに叱られるんで気をつけてくださいよ。じゃあお父さんありがとうございます。次行きましょう。え、何この斜め45度。男らしいですよ。細く見えるとか。イケメンに見えるらしいです。本当に。急に見える。何やってんだよ。ね、来る時間早すぎたんじゃね。これ早すぎたっすね。眠いです。早すぎたんじゃない。いや、眠そうじゃないよ。さっきので目覚めた。早すぎたんじゃない。早い。なんで9時からなの。じゃあ、早く来すぎた。じゃあだって早く来たほど来なかったっ。本当だって。そうっすね。ってことでムーンがここで一発面白いことを。ねえ、ないよ。ムーン一人で取材しててよ、カメラ持って。マジ俺らここで遊んだからね。一人でカメラ持って買って。たまにはほら。たまにも何も。そんなテクニックないから。三脚置いてこうやって、こうやって、こうやって、三脚置いてこうやって。そんな行動テクないから。ねえ、たまにはいいよね。そうそうそう。それをね、高校俺だったらやるよ、一人だったら。俺が一人だったらやるよ。ねえ。ねえ、何この下品な車。これ知り合いさっきの。え、初めて見ましたよ。なんかいきなり来て、ここに止め始めて。ほんと。初心者。ねえ、ムーンちょっと来て、ムーンちょっと来て。ねえ、ムーンこれ知り合い？これ、知り合いじゃないかな。知り合い、うん、人の車こんな足で蹴っていいの。大丈夫。え、このキブツ遊んだよ。キブツ遊んだよ、伝えるよ。はい。え、これさ車を大事にしようか。え、これ誰の車。これ、ヒサッピの車じゃないですか。ヒサッピこんなダサい車乗ってんの。いやいや、そんな僕こっちですよ。あれ、グリルがついてる。カスタムかな。カスタムしてます。はぁ、え、おい、おい、なんだこれ。ちょっと戻してみて。え、どうだった。取って走る。あ、取って走るの、うん、あ、今これあの、これ並べてるから並べてるから、つけてるだけ。え、これってそういうもんなの、使い方。え、このオーナーさんはなんかいろいろあったみたいですね。オーナーさん、なんかちょっと。あ、これ僕の車なんですか、これ。え、いやこれ一応親の車なんですよ。もうねえ、それ余計問題。これ親の車余計問題。一応これ母さんの車なんですけど。余計に問題それ。お母さんこんなこと思ってないの。全然。お母さんの車音おかしいよ。お母さんこんな乗るの？うん。あ、お母さん乗ってんの？乗る時もある。はあ、本当に？ちょっと音聞かせてよこれ。は、お母さん本当に乗るの？乗るの。冗談？本当。え？俺お母さんから絶対乗りたくない。お母さんこの音だよ、聞いて。何やってんのって絶対言うんですよ。お母さんこの音だよ。いや、もういいよ。ムーン、よくわかったよ。ムーン、お母さんの車ダメでしょ。気にしない。気にするよ。お母さん、まだ車は大丈夫。だって後ろ座れないよ。見て後ろ、これ見て後ろ、レーシングカーみたいになっちゃってるよ。これひどいね。これは問題でしょ。これ問題でしょ。もしかしてこうやって乗るんかな。ちょっと乗ってみよう。あ、お邪魔します。
こうやって乗るの。ちょっとお尻痛いね。痛いですね。バンプしたらやばいですよ。これちょっと問題だよ。問題ですね。こうやって乗るの。ねえ、ごめん。降りたい。もう降りたい。あ、鍵閉められた。なんで鍵閉めるの。ガシャじゃない。乗り降りしにくいな、またこれ。よいしょ。よいしょ。もう嫌。もう嫌。ムーン。これゲーセン。ゲーセン。どこのゲーセンから盗んできた。これ30杯。え、カプコン。カプコン？ここにさ、セガとか貼ってよ。セガ。バンダイでいいんじゃない？バンダイ。イニシャルでいいんじゃない？なんかこちっちゃいハンドル運転しにくくない？重たい。重たいよね、これやっぱり。お金どこに入れるんですかね？これこっちこっち。お金そっちに。お金入ってないよ。お金取れちゃった。お金取れちゃった。ムーン。うわ、太いのつけたね。太かったもんね。何でも太きれいと思ってるでしょ。太くてでかいに越したくない。もう次か次か次怖いね。何ちょっとどこで油売ってんの。何油売ってんの。暴走族とか大好きやもん。早いやもん。旧車乗るしかない。旧車乗りやもん。次ジャパン買います。マニュアルやつ。あ、すいません、うちの子が。いやうちの子が。うちの子がご迷惑をおかけして申し訳ありません。ムーン絡まれたらどうするの。怖いでしょ。お金ないでどうだい。ああ、僕死いらない。じゃあカスタム。調子はどうですか今日。今日最高ですねこれ。彼見た目なんて言って悪いやん。何考えてるか分からんね彼。絶対悪いな。同じ血が流れとる。見た目は全然いいよ。もうこ2人みんなでおねこっちでもう俺ら帰るで。置いていかれるの。関係ないよ。もうあれだよね。ムーンもうこっち側でしょ。マジで。いつでもいつでもおいでって言ったら。やったーとか喜びなんかれたらすぐホイホイついてきたいんだよね。吹かしてみる。そんな感じ。おムーン吹かせる。一応ね、大型二輪の教習は一人。先生、ちょっとお手本を。お手本俺よりうまい。え、俺よりうまいわ。いや、お手本を。うまくね。俺よりうまい。お手本を。お願いします。演奏お願いします。何の演奏でもいいです。お、ヒゲダンスですか。ブラボーヒゲダンス。待って、俺耳がすげえ痛いんだけど、もはやチクチクする。耳がチクチクする。耳がクチクチする。あ、こちらは。あ、かっこいい車が。あ、こちらは、こちら鳴らないんですか。鳴らないんですか。こちらも鳴らしてください。ラッパついてないんですか。ガスだけ。あ、ムーンのがうまいな。あ、でもこれ
お兄ちゃんって呼びよ。お兄ちゃん車で浮かすの上手なお兄ちゃんお兄ちゃんどう？さすが俺の妹だ。妹え妹女の子？男って言ってんじゃねえか。ベトンごめんごめんごめん男って言ってんじゃねえか。女の子やと思った俺。え女の子やと思った。お兄ちゃんちゃんと教育したらあかんよ。分かった。もっと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 もピヨ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 。ほらお兄ちゃんおっちゃかんて。お兄ちゃんおっちゃかんて。いい音。お兄ちゃん教育に悪いよ。いい音。にぎやかだね。あれムーンムーンバイ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 。ならばムーン。あムーンここじゃないって。ムーン向こうだって。お客様お客様ここじゃありません。お客様お客様お客様大丈夫サピー。痛い痛い。久々病院行こう。この足で病院行こう。病院救急車今日は賑やかだねサピ君。はい、もう十分疲れた。帰ろうか。正直言っていいですか。あの耳痛いです。耳痛い。ちょっと静かな方がいいね、やっぱり。僕らおとなしい人間だもんね。本当ですね。じゃあ次行ってみましょう。あれ、桃木の子分ってさ、お父さんに似てないですか。ちょっとお父さんの息子ですか。実はそうなんですよ。お父さんが43で17。あ、ほら、いてもおかしくないぐらいの年だ。本当ですね、お父さんで、あれ三男は三男三男おいで三男おいで次男に。あ、三男もお父さん子供できましたね。三男まだ子供若いんで二人子供ちょっとお父さんに見えてきた。顔隠しちゃってる。お父さんに見えてきた。全然お父さんに見える。こうやって歩いてても違和感ないよね多分。あ、夫婦で、あ、親子で来てるんだ。夫婦じゃない、親子で来てるんだな。まあでもさ、この人もねお父さん、共演がここ何コンビ親子の共演。これはフィクションです。書かなきゃね本当にそう思われちゃう。見えてもおかしくないもんだってね。桃木、これ桃木の子分ですよ。子分桃木の射程なんで、あのスパイされます。気をつけてくださいはい、こんなことしたら次行きましょう。ねえ、スティッチがいる。スティッチスティッチスティッチ、なんかさっきから細くなったね。スマートになったね。そんなことまず。え、スティッチスティッチうわーやらされてるか。スティッチスティッチこの長い長い暮らし長い